こんにちは、トーマです。90秒でうまくいけば Y ポイント100ぐらい稼げる最強 Y ポイント稼ぎ。はい、ってことで今回はね、 Y ポイント稼ぎと、あともう一つ後半はいつも通りね、スコアアタックの100位以内入れるかチャレンジ、そちらもやっていきたいなと思います。まずは Y ポイント稼ぎね。初日にもやったのかな、あのフィーバー入って、何発も何発も打つみたいなね。ただあれだとやっぱり長いよね、2分とか下手したら2分30秒とかかかるから、今回は90秒1分半で稼げるやり方を紹介したいなと思います。まあいろいろ聞いたんやけどね、やり方いろいろ聞いたんやけど、まあ自分に合ってんのはこれかなと思った。パーティーはこんな感じです。キラコマサンタと野坂で、チャップ、ゴコロチ、リンネといった感じ。まあ最強 Y ポイント稼ぎやからね、メンバーはかなり強いんやけど、ポイントはまあこのリンネとか、この後ろのスキルがね、こっちか、ダメージを受けた時に技ゲージがアップする、これスキルレベル1やけど1で大丈夫です。これが強いよね。ゴコロチとかだと一緒やね、ゴコロチはスキルマックスなってるけど別に1でも大丈夫です。こうやってゴコロチとかリンネのこの技ゲージがアップするっていうやつを使うって感じですかね。はい、ってことでいきますか。まあ、うまくいけば100はいける、まあ、たまにって感じかな。でステージは44、このボスの前ね、ここでいきましょう。あ、ウォッチついてるな。まあ、ウォッチついてても多分いけるわ。いきましょう。やり方はね本当に簡単で、もちろんフィーバーの方は入りません。いきましょう。まずはトントンする。まずひたすらフニをトントンして、プレゼントをなるべく落とす。でさっき言ったようにゴクオロチとリンネはダメージを受けると技ゲージかな、これが上がってくれるから、ほらもうゴクオロチ半分ぐらいまで来た。でリンネも、まあ、これスキルレベル1だけど、まあ、全然大丈夫。スキルレベル1でも、まあ、大体溜まる。まあ、こんな感じでとりあえずひたすらトントンしまくると。あ、ちょっとリンネやばいか、リンネやばいか、敵が倒れちゃうぞ。あ、ギリ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 、あ、いったね。でトントンして、まあ、敵の HP ギリギリぐらいになったら、ここでゴクオロチ、そしたら、まあ、左が倒れて、で次リンネで、これリンネ打ったら一番右に行くのかな、勝手に、うん、行くね。でまあゴクオロチかリンネをこうやって大きくしてキラコマサンタを打つと、でこれは普通に回して大丈夫、敵の HP が残ってくれる。そしてゴクオロチ、まあ、これがいろいろ教えてもらった中で、まあまあ自分的に合ってたかなっていうやり方かな。これで大体、まあ、何度も言うように1分半、90秒ぐらいかな、結果画面も合わせてね。でうまくいけば、まあ、90とか100ぐらいはいけるんやけど、どうかな。うん、おっ、いったわ、101。これちょっと運良かったけど、まあ、こんな感じでやればだいぶいいっしょ。あのフィーバー入っても100あんま超えなかったやん、まあ、正直フィーバー入ってやるのとそんなにポイントの差はないから、これいいっしょ。ちょっと次時間計りながらやるわ。時間計りながら行きましょう。 GO。 いや1回目は100超えなくてよかったんやけどな。で2回目で100超えるみたいなオチやってんけど、1回目から超えていくんかい。まあ1分半はいけるかな多分。まあ、やり方は一緒やね。ちょさっき100超えたから連続で超えることはないかもしれんけど、まあひたすらまずトントンして、うわやっぱほらちっちゃいのしか来なくなったわ。まあ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 、何が起こるかわかんない、急にでかいのが降ってくるかもしれんしね。最初はトントンです。トントンしていって、ゴクオロチがたまる、でリンネももう少しでたまる。リンネが来ない。まあリンネは最悪たまってなくてもいいんやけどね、ちょっとぐらい。オッケーオッケーオッケー。でなるべく、あー来たね来たね来た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 。でまあこのぐらいかな。でゴクオロチ、時間は、あ、大丈夫そうやね。でリンネをで一番右が倒れて、ゴクオロチか、まあゴクオロチの方がいいかな、なんかリンネよりいっぱい宝箱を潰してくれるような気がする。でキラコマサンタ打って、でゴクオロチ、まあこんな感じやね。ほらここでだいたい1分ぐらいかな、うん。でまあ結果画面合わせて1分半ぐらいって感じやね。90秒、ちょここも急ごうか。待って、これレベル上がるんじゃない、まあ、このレベルがちょっとあれやけど、これでどんぐらい、
あ、109ポイント。連続でいったわ。これカットしてないから。109ポイント。連続でいけたわ。まあ、運いいけど。あ、やっぱそんな話してる暇ない。まあ、だいたい1分半ぐらい。まあ、だいたい1分半ぐらいでいけるから。まあ、毎回毎回100ポイント超えるわけではないけどね。今、運良かったけど、全然70ポイントとか、まあ、下手したら60とかあるんやけど、まあ、でも平均したら70はいけるかな。うん、で運良かったら90、100といった感じでいけるんで、まあ今回のイベントでこの Y ポイント稼ぎの仕方が一番稼げるんじゃないかなと思います。最後はちなみにウォッチは外しました。はい、まあこのパーティー組める人はね、ぜひ真似して Y ポイントいっぱい稼いでみてください。はい、ってことでじゃあ次行きましょう。スタート。今週ももちろんやっていきましょう。スコアタック100以内チャレンジ。おはようございます。はい、ってことで今週もやっていくんやけどね、まずパーティーからいこうかな。パーティーはこちら。まあこんな感じかな、今回のキャラで言ったら日の神シャドウとレイトンかな。これが2人ボーナスついてるんで入れてるって感じ。レイトンはあれね、攻撃力アップ。うん、でおなじみドグシャッコ、エジソンと、あとこいつね、フクロウ、攻撃力アップのデカプニマンね。デカプニマンフクロウ、これを入れております。いきますか。いきましょう。さあ行くぞ。よし行くか。今回は日の神シャドウを何発撃てるかという感じかな。うん、行きますか。まあ最悪、まあ、最悪というか目標的には最低3発は撃ちたいかな。1フィーバーで、つまり3フィーバーだと9発だね。9発の日の神シャドウを撃ちたい。まあ、できたら4発とか撃てたら最高やけど。つまりどういうことかというと、日の神シャドウを貯めて、日の神シャドウのプニを残しながらフィーバーやね。誰だ溜まってないのは。あ、黒いのか。あ、黒いのを。どう入るんかい。はい、はい、あ、はい、あ、ちょっと待って。頼む、頼む、頼む、頼む。よし、膨らんだ。英国紳士としてはね、これで、これで繋いで、エジソン撃つでしょ。13サイズだね。もう一個作る。もう一個作って、ドグシャックを撃って、これで、日の神シャドウ撃つ。ランダムで1種類のプニが消えます。極武士とかと一緒かな。だから、日の神が消えちゃう時もあるんだけど、今回は消えなかったの。オッケー。お、3発いってん。いい感じか、いい感じか。これで、あー、これでスコアどんぐらい。1億9000、まあ、2億ぐらいやね。でこうやって日の神のプニがいっぱい降ってくるっていう、まあ、全く極武士にゃんと一緒かなといった感じですね。まあ、つまりさっきデカプニ2個作ったけど、あのデカプニ2個が日の神シャドウの必殺技で最初に消えちゃうと、要は選ばれるからね、プニが5種類のうち1種類、あれが選ばれるときついね。ここよ、ここ。ここで、まあ、英国紳士撃つでしょ。ここで、いけるかな。まず、膨らめよ。膨らめ、あー、天才かよ。あ、ちょ、つなげなかった、つなげなかった。つなげなかったよ。これ、つないで、ここが大事。ここで、日の神消えるな、消えるな。オッケー。黒いのが消えたね。あそこで消えちゃうと2発撃ちになっちゃうので、まあ、ダメージはちょっと上がるんだろうけど。あ、2回目消えた。2回目は OK よ、消えても。2回目は OK。 エジソンが、まあ、たまんないわ。もうだからエジソン嫌いなんだよ。頼む。 OK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 。 あと12秒いけるぞ。でここで強欲に繋いでいく。強欲に繋いでいって、いやそれはちょっと強欲すぎないか。それは大丈夫。ちょっと待ってね。ちょタイム。時間がないことに今さら。お、いっぱい降ってきた。おお、ちょ黒いのがいない。黒いのがいないぞ。あ、ちょっと待って、これいけるの。あ、ちょ待って、これやばくない。頼むよ。来い。おお、来た。ちょっと待って、これいけるよね。でも13、2個。来たまえ。よし、来たまえ。これで、とりあえずエジソン。これ13サイズある ?13 サイズある ?9! あ、消えた。あ、あと1秒。いや、撃とう。ちょ、ビビったわ。フィーバーゲージがギリギリやったから。
まあ、とりあえず3発、全部3発、全部3発やったかな、全部3発やったね。これで5億7千、16億9千、まあ、大体17億ぐらいやね、全部3発で。まあまあ最低3発は打ちたいって言ったけど、4発はごめん、ちょっと無理やったわ。まあまあいいでしょう、結構いいんじゃない、結構いいような気がするぞ。10位、まあ100位以内はおそらくこれで大丈夫でしょう。はい、ってことでこんな感じで、ちょっとスコアダックは、まあでも最近こんな感じか、あ、結構難しいといった感じですかね。はい、ってことでこんな感じで、Y ポイント稼ぎとスコアダック、ぜひ参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、そして評価、Twitter ファンもやってますので、フォローの方、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じょっ。